と大変なんですからもう誰やったっけそれ誰やったっけ、こうやったらさ、林家三平です。あ平林家万平です、ね、どうもすいません、どうもすいません、うん、YMO ファンの皆さんどうもお待たせいたしました。 YMO って言っときゃいいと思ってる、うん、違いますよ、YMO 感謝デー第2回お何回やるたび感謝デーだよね、うん、まあいいや。でそこでですねそれを記念して記念して雑なイントロ雑言うなよあのハイブリッドイントロドン、これはですねあの、はい、元祖、そう1曲目2曲目がありまして、うん、その曲名をつなげたタイトルを答えていただきたい、はい、つながらんときあるくせにね、つながらんね、あら、いや今日は正統派ですよ、今日の皆さん分かると思う、ちゃんとみんなが知ってる歌でしょうね、そこやん、そこ、ほら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 じゃあ第1問、はい、長い。長かった。からの。なあ。で夏。これそれまた出たねその曲。誰の何回登場する。さまよう。ネタが尽きたんじゃない。どうでしょう。もう音も悪いし、なんかもう問題の質も悪いんだ。そこまで誘拐みんなわかるやろ、大体だって止めようとして止まらなかったもんね機械の質問長いからもう、はい、我々答えをどうぞ、歌詞の中にそのまんま入ってません、そう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 、うん、どうぞ誰も答えようとしてみんなで言います、せーの、ガラスの少年時代、素晴らしい、やっぱりこれがお手本だね今例題でしょ、あそうなんすか、分かり、練習問題、うん、じゃあ次ね、もう世界中から怒られるようなやつを一発やりますね。ひょっとしたら消されるかもしれない。今地味に噛んだでしょ。え、はい、噛んではないけど。あれどこだっけ。いきます。第2問。危ない。分かった、なんか世界中からっていうのがヒントになって、なんか脳みそがそっち寄りになってたから、そうかなっていう。カラーのガラグリズム、ボーテキュラー、歌が出ねえやん、お丸さんの声が邪魔して、そうヒントと思って言って歌ってくれてるんでしょうけど全然わかんない、元音が聞こえないこれどっちも全くわからん、嘘、1曲目はね、1曲目です、世界中の人知ってるよ、うん、あ、あれかな、もうちょっとかけてみるね、ん、あ、違う、もうかけられない、もうこれ以上かけて怒られる、なんかちょっとイントロが違うのかな、そうじゃないのか、ちゃん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 、2曲目コウメ太夫じゃないよね、ちゃかちゃかあれがリーゼン、コリズム歌ってる、お手がね、エージーウェイアウト、やっぱバルサの歌が邪魔で分かるね、もう俺濃いめだよになってきた、チャカチャカチャンチャカチャン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 チャカチャチッチャー、正解、違う、もう1曲目、1曲目分かりましたよね、濃いめだよ、違う、何言ってんだこの人たちは、世界的に有名な YMOファンの人はちゃんと分かってる、マイケル・ジャクソンのダンスで世界一やもんね、濃いめだよ、世界的に有名な PPAP だ、ああ違いますぜ、ピコ太郎、ピコ太郎、もういじるな、違う、1曲目はあれですね、教科書にも載ってた、あの4人組の、はい、そうイエスタデイ、ズートルビー、ズートルビー、イエスタデイかなと思ったんだよ、イエスタデイからの、そこまでは良かったんだよ、イエスタデイからの片道チケット、1日の、え、1日の、わかんないですか、片道チケット、デイキップって言った、デイからイエスタデイ、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 デイドリーム、あ、違う、それはモンキーズ、ビリーバー、違う、デイトリッパー、正解、どっちもズートルビー、ズートルビー、デイトリッパー、だからイエスタデイトリッパーですよ、米だよでしょ、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、違います、ね、見たな、米メだよ、そんな感じでですね、エキセントリックな側は発車します、出発進行、
木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快なキンド仲間と一緒に西畑のカフェクローバーより中市レディオシンジケートに乗せて30分間、孔明太夫とか鉄拳とかですね、今白塗り芸人が活躍してますけれども、それを記念してですね、記念してハイブリッドイントロ、さてさてご挨拶を。じゃあこの前たまたま見たんやけど、うん、あのしゃべくり7、はい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 、タイトル、はいはい、あれにまずデーモン閣下が出とって、懐かしい。でデーモン閣下が叶えたい夢って言って、はいはいはい、白塗りの人だけ集まって写真撮りたい、コウメダイユ、まさにコウメダイユとかトランプマン、鉄拳来とらんかった。鉄拳来てなかった。ああ、まあ実際集まったと。集まって。誰あった。あのほら地球儀持ってバタバタする人。ああ。ゴージャス。ゴージャス。そう。それとあとトランプマン。トランプマン。なつい。となんか番外で、うん、あの。マット。あれ白塗りじゃねえよって。桑田が持ってた。桑田。チラッと見たんだ俺も。あー、面白いっていうか。さっきの話で思い出した美穂さんで。結果的にはあれが素顔。よう忍ぶ姿で、デーモンはね、そう閣下的にはね、閣下的には、いや、あれはが本当の姿で、あれが、うん、人間の顔が仮の姿ですね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。そうやって考えるといっぱい芸能人、いろんなね芸人さんいっぱいいますよね。今日は9月22日、うん、オンエアということで、誕生日が今日当たり年ですね。当たり日です。さあ、来い。いろいろ芸能人をね、あーって言ってください。スピードの今井絵理子、あ今議員さんね、なんか新幹線でイチャイチャしてる、そうそうそう、手つないでね、 K1 で活躍したボブサップとかね、あ昔の女優さんでルビーモレノって言ってました。懐かしい。最近ちょろっと出始めた尾形直人、うん、あ最近出てるんですか。ちょっと、うん、なんかたまに見る。カールスモーキー石とかね、あ結構ね、もうああもう超気持ちいい、何にも言えねえ北島康介、頑張ってるね。あと一人ね、あの私ね、この子かわいいなぁ、いいなぁって言うと大体売れるんですよ、うん、すごい、また例えば最近では長野めいちゃんとかね、めいちゃん、はいはい、長崎出身のあの子ね、春菜、そうそう、川口春菜、ね、春菜、はい、その感覚でね、この子いいなっていつも思ってるけどね、もうちょっと売れてほしいっていうのはね、高橋ひかるちゃんって、うん、高橋ひかるちゃん、知らんばーい、うん、これを機に高橋から顔を見たら分かると思う。ちょっと関西弁で切れるあのネタも持ってるという面白いあのアイドルじゃないけど女優さん、高橋ひかる好きなんですよね。9月22日です、いろいろいます。鈴木雅之とかいろいろいます。鈴木雅之顔出てきた。高橋鈴木雅之の顔出てきた。そっちはやってない。そうじゃない、そうじゃない、違う違う、そうじゃない。はい、ですね、鉄拳で思い出したんですけど、長女の幼稚園卒園式終わって、うんうんうん、まあ、ママ友たちってやつ、主人なんかとこう歩いて帰ってる時に、あのその最寄り の、 その幼稚園と私あの住んでた、ま、アパートの間のところにちょうど公園があって、いつも遊んでた公園があったんですけど、そこからバーって鉄拳出てきたんですよ。ちゃんとあの姿で、うん、あのいつものあのスタイル、ドゥー鉄拳って思って、うん、でまあ、ちょうどそのロケが終わったみたい で、はいはい、でこう撤収するところみたいで、横にこうあのハイエースが止まってて、そこにバーって入ってって、すぐバーンってバーンって出てったんですけど、なんかもうとっさでなんか、うわー鉄拳って思って、見てますみたいな感じで言ったら、なんか、うん、ちょっとペコーみたいな感じで言って、でその時、その今でこそ鉄拳さん有名になってますけど、それでも ママたち全然鉄拳誰みたいな感じだったんですけど、出始めの頃ね、もう私あの、うん、フリップ芸の時からあの鉄拳好きでした。それ鉄拳のそっくりさんやったかもか。いや多分本物。うん、今やったら、ま、漫画でね、感動する漫画っていうか、うんうんうん、パラパラ漫画作ってますよね。うんうんうん、まあ、それも随分前ですね。情報が古い。今何やってんの。いやでも今パラパラ漫画、うん、活動が、うん、のあつみんです。イエス、うん、先週から復帰しますキットピーでございますが、これ言わなくていいですか、丸さん。言ってちょうだい。これ言わなくていいか。まあ、それがここっていうか出てくるのね。後で触れるんです、ね。後で触れるんですけど、このあるポスターにね、新幹線くんと川瀬美くんがいるんですけど、なんかすごく僕さっきから見ててすごい良くて、これ中川してほらゆるキャラないじゃないですか。はい、そうですよ。ゆるキャラ計画はね、前から上がって消えて上がって消えて、その商工会でね作っちゃえばいいんですよね。うん、だからこれすごくいいと思います。なんかあの。かわいいでしょ。
あの、うん、あんま強くなさそうで弱そうでもういいと思う。なんか別にほら着ぐるみ作るだけじゃなくて、最近ほらね、シールとかね、パソコンの中で動いたりとか、いろいろさ、なんかそういうのもちょっとなんか新しいプロジェクトやりたいなと思って。でも立体にするには難しそうやね。だからもういい、なんか着ぐるみじゃなくていいんじゃないですかね。あの、うん、某商工会のね、あの女性からね、もうちょっと太めに作ってくださいと、私が入れませんって言われました。あのうなぎなんでしょ、あの新幹線うなぎ、新幹線うなぎでしょ、ぐにょぐにょの新幹線ね、あれもいいなと思っております。さすが丸さん、キトゥピです。ありがとうございます。白塗りで、また白塗りに話を、白塗りに戻す、白塗りで、うん、何なんですか、あなたの番ですよ、3秒ルール、あなたの番ですよ。そうそう、いや白塗りじゃないんだけど、じゃあなんで話したんだよね。大丈夫か。伊藤ちゃんがほら、あの推しの可愛い子いるって言ったじゃないですか、うんうん、私はずっと10年前からね、あれ推してますけど、あの HKT の村重杏奈、知りません。あ、最近見らんね。え、よう出よるよテレビ。そう、本当って、まあ、ちょっと最初小生意気なキャラで注目浴びて、そう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 、今バカで売れちゃったけど、うん、あ、皆さんポカンしてますね、やめとこうっと。丸さんです、よろしくお願いします。白塗りに戻ってないよね、白塗りに戻っとらん。そうなんよ。じゃあ今日はこの5人でお送りいたします。はい、そっちか。こけてますけれども。時々来るけんね。油断すると吹き出しちゃう。ご賞味ください。喜んで。そっちかい。中川よ、語ろう。ここは、よかとこです。バイバイ。まずね、丸さん。はい。この台本ね、うん、甘いっちゃんね、上の方の時間がいつも読みが甘い。だいたいオープニング5分以上まずかかってますから、毎回公開だね。今あの13分ですから、もうやっぱ5分から始まる予定が8分過ぎてんの。そうですよ、やばいね。いやいやいや、皆さん、あのあれでしょ、大丈夫、今日暇人だから、ここごっそり落としたらね、後で削ればいい。なんでそういうこと言ったよ。で、あのね、あのほら、台風が軒並み来てるじゃないですか。また来そうですね。あ、で、あれでさ、あの台風対策ってなんかしてます？窓に板打ちつけてます。もろやないですか。あと、うち家の方も窓のところに板打ちつけてます。いやいや、何年前かがね、すごい大型来るって言ってさ、それでつけてから外せないんですよ、毎年来るんです。そう、それでさ、あの近所のうちで、あの時の台風のまんま、あの窓にバッテンがこうつ、あるある、結構あるよね、窓のしっぱなしのとこある、うん、あ、絶対取れんやろ。そうそう、あれうちのお店、伊藤ちゃんにお願いして、伊藤ちゃん背高いから、うん、上の方、伊藤ちゃんにあれ剥がしてもらったんだっけ、もうそのまま届くんじゃろ。今回もキャプテン3メートルぐらいキリンか、ね、多分やっとった、ね、今回は下の方だけやった、うん、もうあの子たち届く、うちの女性たちで届く範囲でね、一応心配で、あの昼ぐらいに通ったら、伊藤さん来てくださいましたって、取れとった。そうで、うん、でも俺んちさ、あの隣に駐車場があるんですよ。はい、車が余計高級そうな車が止まっとるけん、これはね、木が倒れたらね、うん、これはいかんと、大変だ。でも雨降り出してさ、じゃあじゃあ降ってんのにさ、ノコギリ持って雨がっぱ来てよ、こうやって木を切っちゃったんですか。ギコギコ切ってんすよ、俺。いや、倒れそうなやつだけ切りました。あ、今庭がね、木で山盛りになってますけどね。燃やしましょうか。燃やしたら怒られるんですよ、あれ。そういう人がニュースに出るんですよ。あの川の水位が気になって雨が見に行った60代男性が流され死亡と。もう雨が降り始めてからなんか始まって、木ギコギコやりよったらなんか屋根が落ちてきて、ね、やられる。出ちゃダメか。あ、それから、あのお前ほら、キトピーがお話しされた、はい、ヤクルト1000の話ですよ。あ、ヤクルト、昨日も僕飲みましたよ。飲んだの、うん、ありました。これヤクルト1000ってさ、100ミリリットルで1000なんですよ、うん、ちょっと長細い容器ですよね、うん、はい、で普通のヤクルトは800ぐらいで400なんですよ。ということは800を2本飲めばヤクルト800になるんですね。まあ、なんかあの白鷹部の数って言われてるからね、あの数字をね。ダメ。いや、ダメって何、3本、いっそのこと3本飲んじゃう、うん、3本飲んで1200で勝ちじゃないですか、うん、勝ちじゃない。負けた。負けた。そもそもさ、量の違いだけ？いや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 。なんかそうではないですよ。多分あの線がいいんでしょ。要はあの
単純に掛け算しても叶いません。何をそのこまめにいろいろ出してきようんですかね。完成が全くない。なんか台本はなんか違うこと。ハイキングって台本に書いてある。あ、そう、ハイキング、ハイキング。そうそう。さっきのポスターの。さっき僕がちょっと触れちゃった先に、ポスターですね。秋新幹線古代ハイキング、ハイキングっていうのが11月の3日日曜日に開催されます。その時今日からじゃないですか。今日から受付。あ、これ事前も予約が必要なんですね。申し込み受付が始まりますね。で300名ずつ。受付の合計600名ですね。どんなことが起きるんですか。新幹線コース300名 3.5 キロ、はい、これがですね、はい、新幹線、これはあの博多南駅に集まっていただいて、うん、はい、それからそれぞれちょっと半分けしましてね、行きまし、それから 半ごとに出発するんですけれども、うん、それであの新幹線車両の基地の中に若干入れると、はい、見れるところもあるし見られないところもあるんですけれども、そういうとこ、そういうとこですね。それから観音山まで登るんですね。観音山を登るんですよ。観音山登ったらなんとか公園ってあるでしょ。観音山ご存知ですか。昨日 YouTube で見ました。まあ YouTube を活用してるっていうところは珍しい。いや、どんなかなって手伝ってくれって言われたんだけどね。言われたけど登れないなと思ってやめました。でどこにあるんですか。私知らない。ああ、そこの新幹線の車両基地の一番こっち側。うん、が出たあたりのあのね、お寺の横ら辺が登っていくんです。ああ、したらこう、まあなんとか新幹線の南大徳寺から登っていくんです。そうですよ、あそこですね。で、まあ、若干伐採してあるんで、うん、中川市内危険に見れるしっていうところまで行くんですね。それが新幹線コース 3.5 キロで80分です。もう一個あるんですね。もう一個あります。古代散策コースっていうのがありまして、これが8キロの120分コースなんですが、これがあのまあ安徳大とかね、作田の船出とかっていう遺跡関係ね、遺跡関係、まあ日本中川の、歴史を、歴史的なところを回ろうという、企画でございます。すごい。でこちらもですね、これはあの中川市商工会での受付になりますが、はい、受付になりますが、途中でなんとですね、RKB パーソナリティの、ね、加藤潤さんがいるという、うん、多分ミオさんもくっついてると思いますので、ミオさんか加藤潤さんをですね、お目当てに来ていただければと思っております。そうですよ、ちゃんと古代を見てくださいね。はい、で、いいのかな。まあ、これなんか前話したの、これ TV で話したね。 XM TV で話したっていう。 TV といえばさ、今のところ一番最後の10本目のやつ、うん、あれがなかなかいい、ちょっと他からも評判よく、やっぱり情報がねしっかり詰まっとる、うん、あの飲食店をこうずらっと紹介した。で今日ね、お飲食店リストをね、そうですね、ちょっと作ってきた、うん、もらってもらった。すごいんですよ。通り別に通りが4つあるのは知ってますか。名前を知らない俺。楓通り、イチョウ通り、アカシア通り、モミジ通り、欅通り、大きな通りのね。あの一番メインのとこはイチョウ通りっていうんだ。一応このいっぱいある。あのクローバーもね、モミジ通りの仲間に入れてもらってますけど。あ、まあそうね。あの本当はちょっとクローバー外れてるけどね。もう全然外れてる。今日は山田越えてこっちまで続いてる道ってことだよね、うんうん、だからあの欅通りもね、三八五の中のちょっと一部なんだね。うんうん、うん、食べるとこんないっぱいあるんだね。ね、中川あのイチョウ通りずっと下っていくと中川王将までなんやけどね。でもふるさともよく商工会とかでね使ったり、ふるさとは地域で、うん、地域で使ったりですね。ちょっと入れて、あと五箇山豆腐もあそこは吉野狩りやけどね。あ、なるほどね。まあやっぱりちょっと商工会会員的な感じでね、ここまで入れてます。いいダムは今営業してるんでしょ。はい、してますよ。ちょっと忘れちゃったけど、カフェが入ってますね。カフェだね、はい、うん、これ丸さん の, あの好きなあの上手な15分前に注文して取りに行くっていう基本ね、あのイートインできるところだけにこれはしてるやつ。ほら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 、ホット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 ないです。あ、乗ってないですね。もっともっとはないです。あのドヤ顔でねでもこれ妙さん行ったことあるのに丸ついてるんですよ。ほとんどついてますよね。すごい、すごいの。行ったことあるやつに丸ついてる。さすがに僕はここまでつかないな。ちょっと制覇したいなって、うんうん、もうここまで来たら相当いっとるよね。相当いってる、うん、すごいね。でも夜の店がちょっとハードル高いかな、制覇しようと思ったら。あのスナック系とかですね。そうそうそう、とか全然か一元で入るのはちょっとね、うんうん、中村も行ったことないんだよ。そう、俺まだないじゃん中村も。ワンオクロックが来た。いやね、そうすごいね。すごいよね。ワニマの人も来たもん、ね、ワニマも来た。あと有名ところで俺あそこに来た、あのジョアンだっけ。あのジョアン、ジョアン、うん、あれいまいちどこから入るのって感じ。もうでもすぐパッと入れる、うん、でもちょっとこういろいろ知り合いづてに行った方がゆっくり食べれる、ね、うん、あそこも予約がいるん、予約とか、そう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 、うん、
狭いしね。カウンターだけですよね。カウンターだけです、うん、いやいろいろあるんだこれ。やっぱこう今後じゃあちょっとご飯食べ行こうときはこう、ね、丸がついてないところ、ぜひあの YMO ファンの皆さんにもね来ていただきたいと思います入れ込んできた外輪を聞きながら、もういい感じで丸さんのだいぶ押したねそうそう本当だよ、ね、もうだいぶ押しとるよ時間あるとやばそう。これやばさやばそう。で気づいてます、あの、はい、この駅線はね毎回きっちり俺30分で編集してますんで、うん、はいはいはい、はい、すげえ。なのであのちょっと多めに喋ってカットするか、うんうん、もういつも撮るの自体30分で切るか、だ大体どっちかしてるんですよ。マルさんは今日あんまり喋ることないですもんね。そうそう、今日ねどっかいろいろカットするんでなんでだよYMO って連呼するだけでしょ。そう YMO、はい、まあいいっすよ、そろそろマルさん本当、はい、じゃあ展開エキセントリック中川、丸さんのドタマの中には、はい、わけのわからないイメージが渦巻いております。その一つを取り出してみんなで笑ってしまおうというか笑えないというか、丸さんの暇人暇人暇人パフパフパフ、笑ったことない、何の話でしょ、なんだよ何の話、居酒屋の話でしょ。いや、分かってきたね、丸さんが笑わせようとすると笑えないっていうね。なるほど。で、なんか真剣に喋ると笑ってしまう、ね、あ、じゃあ真剣に喋ろうかなじゃあ今日ね、YMO イエローマジックオーケストラの皆さんが、はい、あのどういう曲を皆さんに提供されたか、はい、あ、普通の歌手の方とか、ね、アーティストに、アーティストに、うん、ね、それをちょっとね発表してみたいなと思います。はい、高橋幸宏さん、高井真美子って知ってます？おにゃんこですね、うん、はい、おにゃんこ、はい、壊れかけたピアノとソロの歌かな、その曲は知らん、うん、高岡早紀、うんうん、高岡早紀歌ったん、楽園の雫、知らないね、うん、もういいね、なんかマニアックでいいね、浅香唯、浅香唯、あなたを忘れない、浅香唯じゃないね、うん、どこがって感じね、うん、あと竹中直人、ケルコのホート、ファンキーマジマージャン、ファンキーマージャン、なんだこれ。で、あとこれどっちがあれなんだろう、ザ・おそ松さんずウィズ松の家六兄弟っていうのがあるんですかおそ松さんずおそ松さんのだから最近やってたね、うんうん、で そこにも大人割る6かけ子供かけ6っていうのが、ね、やってますけど、わかんないね、うん、なんか聞いたらわかるかもしれない。でね、あの中原理恵さん、中原理恵さん、プリティーボーイ大丈夫大丈夫じゃなかったじゃん一人ボケツーコミッションかい、うん、もう分かんないよこんな歌、何の歌なんだよこれっていうのをやってましたね。で次にね、あのその中で一番好きなのはサンディっていうの知らないでしょ。サンディ、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 サンディってねハワイアンの人なんだけど、その人にあの細野さんとか幸宏さんとかがね、サポートして作ってるアルバムがあるんですけど、その中のサンディの中のドリップドライアイスっていうのがあって、それがね結構秀逸なんですよっていう、こんな曲、ちょっと全部お聞かせできないですけど、この、ね、ドリップドライアイスがね結構イケてますよね。これが幸宏さんです、まあ、サディスティックスの、ね、音楽とかもやられてますけど、ちょっとマニアックすぎて皆さんにはちょっとわからないかなと思ってます。で次にね、あの坂本さんがどういう曲を作られてたか、これは知ってますよ。坂本龍一さん、前川清、雪列車、今のところ1曲もわからん、うん、宮崎美子、今は平気よ、じゃビートたけし、たけしの高をくくろうか、高をくくろうか、あれみんなポカンと今んとこ一曲も浮かんでこない。荻野目洋子、これ知ってる、荻野目洋子、無国籍ロマンスちょっと待って、ちょっと面白かったなちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、誰も知らねえよ、こんな人にも、なんとプロレスラーですよ、ダンプ松本ヘルズエンジェルス、知らねえよ知らねえよ、ついこの前ダンプ松本テレビで見たな俺も見た、なんかあと薬師丸ひろ、ほら、お、来た、二人の宇宙、知らねえよこれなんか YMO ディスってる感じになってヒット曲全然出てねえじゃんな、何言ってた木村は、そうじゃない、こっからして、岡田由紀子、
はい、かけられました。唇ネットワークですね、うんうん、はい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 、それちょっと売れたよね、うん、いや、売れた、一番岡田育子さんで有名な曲ですね。売れた、でね、あと芸者ガールズ、これのプロデュースですね、あのダウンタウン、ね、キック&ラウド、あ、聞いたことある。紅白でも歌った、紅白出たの、出た出た出た、本当ですか。じゃあ次、ね、細野晴臣さん、こっからがね、もう細野さんはね、提供曲の方が人気があるんですよね、結構ね。松田聖子さん知ってます？天国のキス、おガラスのリンゴ、おピンクのモーツァルト、お3曲ですよ、一気に。それから太鼓の中森明菜さん、キンク、キンク、ちょ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 、あ、違うか。次、森進一さん、ニューヨーク物語、おちょっとわかんない、安田なるみさん、風の谷のナウシカ、それはよく知っております。山下久美子さん、赤道小町、ドッキリ、すごい。あとはほら、イモキントリオのハイスクールララバイとか、おすごいやん、うん、ちょっとここからわかんないですけど、あの松本伊代ちゃん、月下美人、知らない。薬師丸ひろ子さん、赤い花青い花、知らない。小泉今日子さん、連れてってファンタージェーン、知らなっていうね、曲ですよ。でもう一つはね、誠さんと一緒にね作った曲が一個あって、これがあ、はいはい、ああ懐かしい、有名ドリーム、あれ有名ドリームって夢にかけてるんですよね、うん、ね、夢ドリームなんですよ、夢ドリームって、これ C&ロケッツの夢ドリームなんですけど、その曲とか、それからまたサンディなんですよ、これアイドルエラーっていうのをやってて、それもね、サンディ一回ね、アルバム聴いてください、すっげえいいです。 YM のサポートにしてはすっげえいい曲だな、曲がいっぱい入ってます。わからん、よくわからんな、すまん、サンディのアイドルエラーでしたっていう風にね、皆さんに、曲をも提供してるということで、どっちかっていうとね、高橋幸宏さんはロック系、まあ、坂本さんはどっちかっていうとクラシックだとか、オーケストラ系やられてるのが有名ですもんね。で細野さんは確かに何ですか、歌謡曲系が多いかなっていうのは思っています。あ、そいつもう一丁ね、すごいいい CD っていうか音源を探したんですけど、ドイツのグループでね、セニョールココナッツってあるんですよ。そこがね、 YMO ラテン系の音楽でやってるんですよ。すっげえいいんですよ。一回皆さん聴いていただきたいなと思います、うん、ですよ、ね、はい、はい、ちょっと何言ってるか分かんない富澤気が済みました。はい、気も毛も済みました。まあこれでハッシュタグ YMO を、まあもうしっかり入れられますね。 YMO ファンにはたまらないですよね、うん、一番再生回数多いんだからね、うん、これそう、これでも本当なんか曲がね流せる番組だったらもっとなんかいい感じになると思うんですけどね、うん、本当はガンガンかけてね、うん、あれ金払わなきゃいけないでしょ、やっぱり著作なんだ。今30分の中で曲かけてると曲だけに時間取られますよ。喋り5分になっちゃう。丸さんの振ってくれた例のネタで言わせれば、いいもの、ね、いいものもある、そう、しかし悪いものもあるっていう、これ YM ファンしかわからないですね。いいものもある、悪いものもある、ありがとうございます。最後締めていただいて、俺じゃないじゃん、締めどうですか皆さん、ね、中川の今後急に来た。いや、これ183回でしょ。もうちょっとまだ話が早いかもしれないけど、もうぼちぼち200回で行かないといけないぐらい。そういえばあとラーさんにもまだ来てもらってるんですね。そうだね、ちょっと あっちの番組が今ちょっとストップしちゃってるんで、うん、皆さん忙しくて、うん、よかったね、ここ暇だね、みんなね暇言うな、うん、すごいですよ、ちょっと200回に向けて、うん、ランチ巡りできるぐらい暇やから、うん、ではまた次週。いや、早いっちゃない。聞こえとった、あ、イヤホンつけてないんだ。だけど、こいって、こいって、ほら、こいって、こいって、あ、でもほら、ほら、そう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 、お会いしましょう。